2020年8月8日、土曜日。この日は、JR 九州の乗り放題切符。みんなの九州切符を利用し、列車に乗車しました。今回、私は熊本駅まで行く計画を立て、北部九州版を購入。北部九州版は、大分駅、熊本駅以北で利用可能です。まだまだ感染症が流行するこのご時世ですが、私がこの切符を利用することで、JR 九州や、この動画の視聴者様へ、元気を届ける一助になれるのでは、と考え、利用することにしました。みんなの九州切符。JR 九州の全鉄道路線、列車が連続する2日間乗り放題となる超絶嬉しいお得な切符。利用日は購入時にして、連続する2日とも土曜日、日曜日、祝日であることが条件。利用する3日前までに JR 九州ネット予約で購入する必要がある。みんなの九州切符には2種類ある。北部九州版、大人5,000円、子供1,000円。全九州版、大人10,000円、子供2,000円。子供は大人1名以上と同伴することが条件。
9時33分発瑞穂604号新大阪行きです。扉を開きます。お待ちください。新定92号です。
現在九州にもご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点の門司港に到着します。お忘れ物をなさいませんようお気をつけください。降り口は左側です。4番乗り場、回送列車発車をいたします。4番乗り場、回送列車発車をいたします。4番乗り場、回送列車発車をしております。黄色い線の内側へお下がりください。4番乗り場、回送列車発車をします。